どうも空気です。僕ね、ちょっとやりたい企画あって持ち込みさせていただいたんですよ。巷に転がる都市伝説ってたくさんあるじゃないですか。はい、同じ考察も巷にめちゃめちゃ転がってるんですよ。転がってますね。小池チャンネルはワンピースのチャンネルなんで、その巷に転がってる考察をね、取りまとめるような企画やりたいなと思ったんですけども、どうせだったら僕たちの仲間のチャンネルあるじゃないですか。そういうところの考察をお借りして、個人的に感動したランキングを皆様にお届けしたいなと。ああ、なるほどね。その中には小屋ちゃんしか見てないっていう生粋のね小屋ちゃんクルーもいると思うんですけど、他の仲間たちもこんな面白い考察してるんだよって、一視聴者として僕は楽しかったものをランキング形式にして発表したいんですけど、一人でやっても寂しいからトワ君を巻き込んで皆様にお届けしようと思ったんですよ。僕たちって言うとね、もうベスト3から発表するんですけども、どっちからいきますか？じゃあ小池さんから。あ、そうですか。持ち込んでるから。はい、じゃあ僕の選ぶ巷に転がる考察の第3位はですね、スーパー神木館で神木くんから2020年5月23日配信の考察の考察、ポーネグリフが世界に散らばったのはニキニキの目の能力です。おー、なるほどなるほど。そうなんですよ。やっぱ悪魔の実っていうのも今幻獣種とか古代種とかたくさんの実が出てきてる中で、強さとかがフィーチャーされやすいんですけども、そもそもなんでこの能力って存在するんだろうって疑問に思ったことあんまりないんですよ。確かにね。そうで、そんな中でニキニキの実って桜花七部会だったバーソミュークマの能力じゃないですか。どんな能力だってみんな思ってるあれ。いやー、まあ確かにな、不思議ですよね。そう、七部会になるぐらいの人物なんで、もちろん頭がいいとか、もともと強いってもあるんですけども、なぜニキニキの実なんだと。いや確かに飛ばせるし、そうなんですよ、なんか出せるしみたいなね。他のだって七部会ってもっと豪華じゃないですか。例えば砂砂の実って分かりやすい、分かりやすいロギアとか、能力者じゃないけどミホークって世界一の剣豪ですとか、そうね、分かりやすいよ。でもニキニキの実ってなんぞやと。ほんまにあれ人飛ばすやんよ、こうやって瞬間移動みたいな感じで人消せるわけですよ。でルフィたちも散りばめられちゃって、こうやっておのおのの修行を経るんだけども、それがヒントとなるかミスリードとなるか、それだけじゃないはずなんですよね。はあ、なるほどね。って思った時に神木くんのこの回でポーネグリフを運ぶ役目だったんじゃないかっていうのが俺すげえ斬新だなと思って。おお、なるほどなるほど。そう、神木くんって僕たちみたいにちゃんと考察考えようって思ってなくて、巷に転がってくるからホイ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 盗んできてやる、あ、そうですね、なんかチャンネルじゃないですか。そうですね。だからそのみんなが考えたところを紹介してるんだけども、神木くんの説明もめちゃめちゃ上手で、確かにあんまり考察ってネタが被らないように人のって見ないんだけども、これは自分が思っていたやつを完璧に補足してくれてたから、タイトルを見た瞬間にこれめっちゃ見たいと思って見てハマったんですよ。めっちゃ良くない？ポーネグリフっていまだに謎だけど、一応ワノ国で作られたみたいなことは分かってるじゃないですか。そうですね。でそれをどうやって運ぶんだろうって。ジンベエみたいに言うたらなんとかわしちゃう。気合でね。そうそうそう。気合で運べないこともないんだけど。まあでもあれはなんか魚人の筋力があるからできる技なんじゃない？10倍やからね人間のね。でもパンパパーンってやっちゃったら早いじゃん、しかも寸分狂いなく目的地まで運べるんですよ。確かにこれめちゃめちゃええやんと思って、確かにこれめっちゃ輸出する方法としていいなと思ったら、ありえんじゃねえかみたいな。そうだな。そうで、その後神木君が説明されてたのは、もしかしたらそのバーソロミュー家とかソルベ王国とかっていうのも代々そのポーネグリフとかを守るとか、そういう関係者なのかなみたいなこと言ってて、なるほどね。そう、それ付随してやっぱ言うと悪魔の実の能力って受け継がれるかもみたいな、例えばそのアラバスタ編だったらジャッカルとかさ、ペルト社会よね。そうそう、もう受け継がれてるんじゃないのって、それを証拠に宮殿のところの前に石像みたいなのが大きく立ってるから、代々守り神として受け継いでる能力を、まあちょっと「進撃の巨人」っぽくなっちゃうけども、であとはそのバンダーデッキン9世も代々なんかまとまとの実を継承してたっぽい匂わせる描写もあるから、能力というのは伝承できるものだという前提でバーソミューさんたちが代々ニキュニキュというものを受け継いでいったのかなっていう気もちょっとする。ああ、ニキュニキュを受け継いでポーネグリフを弟経営って感じで、こんな感じじゃないのかなと思ったら、なるほど、ロマンあるなと。だから確かにな、そう、これをきっかけにいろんな水面下で埋もれちゃってる能力を一個ずつ考え出すようになったんですよ僕。それが最近の考察会とかにも生きてるんで、これめっちゃいいアイディアなんですよ。は面白いな思いましたね。やりますね、神木賢治、神木賢治のチャンネルの視聴者さんの意見ですけど、いやすごいな、すごいんですこれ。いや小池さん奇遇ですね。僕も3位ニキニキの実関係、ほんまになんでそんなの回さってきたの。うんほんまに考えてたやつ。何僕が選んだ巷に転がる考察ランキング第3位は考察者、まあ分からへん誰か、数字のやつ、仲間の法則やな。どうして急に仲間の法則で皆さん知ってますかね。これもう数十年前から言われてるやつ、ね、そう僕これ結構ほんまワンピース考察というジャンルを知ったきっかけになった考察がこれでして、なるほどバーソルミュークマが仲間になるっていうのをネットかなんかモバゲーやと思うの多分当時、モバゲーで見たんよ。何しんやろクマが仲間になるわけないやみたいな。だってなんならスリラバーからこうやって出てきて七部会やぞみたいな、なんで麦わらの一味入んねんって思ったらルフィとかの悪魔の実が関係してんねん言われて、どういうことやねんと話聞いたら、ルフィがゴムゴムの実やろと、でチョッパーがヒトヒトの実やろ、ロビンがハラハラの実で、ブルックがヨミヨミの実やと、これがクマが仲間になる証拠なんや言われて、なんでやって言われたら数字が関係してると。なんとこのゴムゴムの実が5656やと、まあ確かにそう読めるなと。で、人々の目は11010やと、で、花の目は8787、で、読みは4343やと、じゃあ2と9なくねみたいなことが言われてると。じゃあ2929だから肉肉で肉肉の実で、ルフィがまた食うんちゃうんか言われたけど、ルフィゴムゴムの実食ってるから無理やろと。仮に食ったとしても肉肉の実食うてただ肉やんそれ。いやそうやねん、何の能力が授かるのそれ。そうだから肉肉はないなと。なるほど、だから2929やん、クマ仲間になる、なるほどな、なるほどと思ってめちゃくちゃハマったんや。しかもそれを裏付ける考察を聞いた時に俺もそう思ったんだよね。さらに深く考察すると、当時サボって出てきたんやけど、一応死んじゃったとされてるんですよ。そうね、ドレスローザで出てくるまでは。でその時にローが海賊の心臓100個を政府に届けて七部会入りしたっていうエピソードあったんやから、サボの心臓がもしか入ってると、パシフィスタの中にクマの中に、だから間接的にニキニキの実を食べたクマが麦わら一味を味方する理由も分かるし、麦わらの一味に入るってことは間接的にだけどサボも仲間になるっていう意味、それもありましたねと言われたから、すげえと思った。まあ今はないんですけど、あったあった。そうそう、その頃さ、頂上戦争終わった後でさ、エースが絶対生き返る、そうですね、めっちゃ言われた。そうそう、そういう説があったんよ。そういうのも含めてすごい楽しかったなっていう。で、これさらにすごいなと思ったんが、ゴムゴムとかヒトヒトの56とかチョッパーの110とかをこれ全部こういうふうに足したら、なんと325、あ、325ねになるっていうのが、もう絶対考えてるやんっていうので、クマ仲間になるっていまだに信じてましたからね。なるほどね。そう、もう結構長いこと信じてたんで、というのが僕の第3位でした。じゃあ僕の第2位っていいですか。はい、巷に転がる途中で言うてもた。はい、考察ランキング第2位はスーパー神木館で神木くんからです。あ、今日神木賢治の特集会案件、スーパー神木館での。あ、そうなんや。神木くんにちょっと案件費もらったんで、概要欄貼っとけみたいな。僕もお金ください。2021年11月28日配信、ワンピース確かに新黒ひげ考察三つ子説が単純明快すぎたです。これも神木くんの視聴者さんが送ってきてくれた考察らしいんですけど、黒ひげの考察はもう言われ尽くしてるやん。まあケルベロスやとかね、タコだのイカだのとかめっちゃ言われてる中で初めて聞いた説なんですよ。でこれがね、神木くんもめちゃめちゃ感動してて、三つ子バクバク合体説。バクバクのみ分かる？ワポルの。ワポルって29歳なの。で、黒ひげって40歳。ワポルの前の世代だと思うんだけど、バクバクのみの能力によって、とある三つ子がバクバク食べられて、三つが一つの人になってるって説。そう。俺これすげえなと思って。はあ、なるほどね。そう、なんでかって言ったら、マルコが異形だよいって言って、体自体がね。それってなんで異形ってそもそも分かるのって。天津飯みたいに手が生えてきますとか、バスカビルみたいになんか3ついますとか、まああいつはその3人やけど、見た目で分かりやすい偉業だったらいいけど、構造ってレントゲン取りますとか中身のことを知ってなきゃ言えない発言だし、でも偉業なことは白ひげ海賊団の仲間みんな知ってるっぽいじゃん。ということはそもそも寝ないっていうことって何なのって考えた時に、外見じゃない何なのだったら中身だと思うんですよやっぱね。なるほど。それを一番分かりやすく解説できるのってバクバクのみの合体と。3人いるんで基本的に睡眠時間って8時間平均と言うやんか。それだから3人いるから3パ24で、あ、じゃあ3交代制やねんね。そうそう、だからケルベロス説と見せかけた3人制と。なるほどなるほどなるほど。思ったらめっちゃ面白いと思ってこれ。はあ。単純なんだけど子供も理解しやすいと。そうね、そう3つの人間が重なってるから3人で交代してるんだよみたいな、0時から8時、8時から何時みたいな感じで、はあすげえ分かりやすいから、実質今グラグラの実の能力と闇闇の実の能力だからもう1個いけるんじゃないかっていう説。あ、なるほどね。そう旗見ても3つあるやんか。あるね。そうだからケルベロス説と思わせときながら3つの人格という。なるほど。ただここで疑問に残るのが、コマによって歯の位置が変わったりするやん、黒ひげって。あれを説明できてる考察1個もないんですよ、まだ。そういうことを補完できたら完成するかもしれないんですけど、単純な発想ってなんか読み込めば読み込むほど失っていくやん、そういう。そうね。なんか最近「ワンピース読み始めましたっていう子の方が思いつきそうやん。思いつきそう。ドラムと読んでてだからかみたいな。なるほど。そうすると黒ひげがドラムと一回襲ったやんか。あの時も実はそれぐらい脅威になるような身なんですよ、本当は。バクバク見て。でも使ってる党の人間がワポロってアホな人間だからもうええわってスルーしたっていう説なんです。実はドラム党を襲った理由はドラム党の医療とかそういうのが目的じゃなくて、ワポロの実を取りに来た可能性がある。そうそう、バクバクの実の能力を取りに来たんちゃうんかみたいな。確かにな。だってあの後ワポロは財を成してるわけやからな。そう、なるほどなーと。もう思いつかない、その発想が。紙機関で続いて申し訳ないんだけども、一応案件なんで2つやりました。いやほんまに案件やと思われるで。じゃあ僕の方の第2位なんですけど、これはですね、ワンピースマニアの飯綱くんの説なんですけど、来た神の子みたいな。はい、コエッキーチャンネル2021年7月24日に放送された、僕の誕生日の放送したやつなんですけど、そういう言うのよ。俺ですね、アラバスタにプルトンあるって言われる答えが分かった考察。あ、これほんま感動したわ。そもそも振り返ってみると、アラバスタってのはまずアルバーナっていう場所があるんやけども、ポカって浮かってる隆起してなんか階段登っていくわみたいなところなんやけど、砂漠の中にねある。多分大丈夫、ちゃんと画像出てるんでこんな実質やせんねん。あ、そうか。でこの地形が謎やと。俺これ謎って言われるのがそう思ってなくて、階段登るシーンとか描きたかっただけなんかなと思っとったんやけど、実際そういうのもね地球上に存在する場所なんでオマージュされてるのかなとは思うけどね。エアーズロックみたいなさ。でも謎というところでは多分疑問を持ってなかったね。いやそうやね。でまあ確かに言われたら地形不思議っちゃ不思議やなと。不思議だよ。アラバスタ言うたらやっぱ古代兵器プルトンってのはいまだに解決されてへんぞあるって言うからね。そのね、そう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 、クロコダイルさんを根城にしたわけ。いやそうなんよ。でプルトン言うたら島一つを簡単に吹き飛ばせる古代兵器やと。クロコダイルだけじゃなくてカイドウすら古代兵器を狙うって言ってることはほんまに世界を取れるものぐらい、それぐらい破壊力を持ってるもんやと。じゃあ島ぐらいの大きさがあってもおかしくないよねみたいな。それはもう破壊力抜群よ。でアルバーナのところが広大なんじゃないのかっていうようなことを、まあこの話の中で出たわけで、あの地形の形がそのまんまもう古代兵器じゃないともう伏線やったってことだね。そう、そこが広大になってるからあれ隠すためにやってんだよみたいな。でこのサンディアイランドっていうこのアルバーナがある島自体がプルトンやったらやばないみたいな。さらにこれおもろいんが、同じワンピースマニアの赤猫さんもクロコダイルが探して見つからないはずがないと。じゃあなぜ見つからなかったのかと。それはクロコダイルが水の中に入れないから言うとったんですよ。なるほどな。そう、サンディアイランドってのはサンドラ川っていう川が流れとって、これだんだん海に侵食されてるらしいんよ。これもしかしたら全てが侵食された時にプルトンが出てくるんじゃないのかとかこと言うとって。そしたら天才やなと思って。天才。そうでカイドウとかって天候操作できる能力やから、それ知っとったら古代兵器取りに行けるやん。なるほどな。そうとか侵食されるとか、なんかその時間的な自然の力がいるならロジャーが早すぎたとかいう理由とかも分かるやん。やばっと思って、あの人たちって慣れ金出るぐらい頭おかしいぐらい詳しい。そうそうそう、だからこそ思いつく発想もあるよね、これね。そう、ぶっ飛んでるんよ。なるほど。はい、じゃあここからね、ゴヤちゃんといったら名物の番外編のコーナーなんですよ。考えてきた？考えました。それもめっちゃ考えたんやけど、どれも素晴らしい考察すぎて番外編ないなと思ってて、あ、1個あったわと思って。なんすか？小林くんが言ってる月光諸島のやつ。ありがとうございます。モリやワの国の大名やいうなんかよくわかんない説あるんやけど、俺あれはって思ってるわけ、いまだに。たまにコメント欄で「納得できます」とか「待ってました」とか、どうも手を思うてコメントちょっとあたおかな視聴者もいるんですよ。いやいや、モリアは大名なんですよ、正直。大名やから龍馬の死体もなんか取りやすかったとか、イーストブルーも月光書道ってあるから月光って反対みたいな光月やろうとかっていう。何を言ってんやと思うんやけども、もう真面目に言ってんやん。真面目よ。でも僕は今のところ疑ってるから一応番外編なんですよ。あ、そう。ただそれを言ってもちゃんと1個用意したんですよ。パイキーチャンネルからマシューくん会です。あ、マシューくん。2021年10月21日配信、ルフィが麦わら帽子を返す相手はシャンクスではないです。ああ、これね、これね、感動しまして、いつか必ず返しに来い、俺の大切な帽子だということで預けたわけじゃないですか、シャンクスからね。返さなきゃいけないんですよ、いずれ。そうね。でも返さないってもうマジで逆張りじゃないですか。そう、ありえへんやろうと思ったんやけど、マッシュ君それはないでと。でも説明聞いたらめっちゃ納得したんですよ。その理由は、そもそも麦わら帽子誰のやねんと。そしたらシャンクスのものじゃなくてロジャー船長からもらったのよ。それなのに返しに行こうってなんでやと。だからもしかしたらルフィも次の世代に託すんじゃないかっていうのは、エンディングとしてかなり大どんでん返しですね。綺麗よね。そう、まあ返すくだりはあるんだけども、それをあえてルフィがちゃんと所持すると、次に受け継がれると。じゃあ誰に返したものって言ったら次の世代か、もしくはこう言ってたんだよ。ロジャー船長の墓は唯一存在してないんですよね、今作中にね。じゃあ墓参りに行くと、でそこでロジャー船長に返すって言われた時に鳥肌立って、そう、いやもうこれめっちゃよかったね。だってエースの帽子とかも実際墓にあるわけや、それも全然ありげるなっていう、よかったな。そう、だから赤髪のね、シャンクスについてのことを赤髪のマッシュ君うまくね補完してたなと思って、俺もうあっぱれやと思ったけど。確かに。でもなんで番外編か、確かに気になる。なんで多分ね、マッシュ君ね、ネットとかのやつね、こそパクってると思うの。個人的に作家や撮ってると思うよな。いただきマシューやからな。いただきマシューしてるから番外編入れといたろうと思って、ということです。だからね、僕も番外編なんやけど、神木賢治さんなんですね。番外編に入るの男じゃないですか、あの人は。案件やから。あ、そっちももらってるの入れないといけないっていう。1個は入れとかないと。俺2個言ったから結構入ってくる。結構入ってくるね。僕はですね、かぼちゃ、2018年4月11日。それはね、別に SBS に載ってるから別に。なんで今更なんですか、俺は。いやいや、これなんで今更かっていうと、感動したんよ。神木さんとコラボするってなった時に、そうそう、まだ神木さんって呼んでなかった。そうそう、神木賢治って呼んでなかった頃なんやけど、そう、まあホタテに出てたすごい人がやってくるみたいなで、ワンピース詳しいオタクがやってくるみたいな話を聞いて、あ、俺正味どんなもんやねんと思っとったんや。確かにね、僕はもう前から親交あったけど、とやかく始めましたみたいなね。そう、ほぼ初対面みたいな感じで、あんま深く喋ったことはなくて、で僕もちゃう分野やったらやっぱそのポケモンとかすごい好きな分野があるから分かるんやけども、もうその次元を超越してるようなネタを神木さんはこの時動画で話してくれたんよ。例えばウソップがかつてその除霊グッズとして渡してくれた十字架をチョッパースリラバグの時に持ち続けてたとか、それなんかわあこれとかでもちゃんとなってるとか、そういうのも全然知らんくて、ワンピース誰も気づいてないような設定を小田先生がすごい大事にしてるんやでって教えてくれたのが神木賢治という男なんですよ。もう宣教師やんか。そう、もう宣教師神木賢治。そんなわけないけど、このかぼちゃのエピソード何か言うたら、ノーランドっていうキャラクターいるわけじゃないですか。そうね。で、まあスカイピアでそのかぼちゃジュースがトレンドのね、タピオカみたいになってるようにすごい人気なんやけども、人気なくなるみたいな言い方。まあ人気なんやけど、それはそのかつてノーランドがそのかぼちゃっていうサイエンスを教えてくれて、それを大事に育てて今まで伝わってるんやでみたいな。でも神木さん言うとったんですよ、ノーランドが好きなのジャヤだけじゃないよねと。で、僕らは物語読んでる中でトンタッタ族の話の時に、あ、ノーランドの像あるやん、すげえっつって、ここでも来とったんやと思って、それで終わっとったんよ。そしたらグリーンビットのあるページにめちゃくちゃデカデカとかぼちゃが書かれてたんよね。これを見てノーランドがここにやってきた時にかぼちゃを伝えたんだよっていうことを聞いた時に、最下位みたいな。これこそワンピースの醍醐味。そう、ワンピースってマジでエグいなっていうのを教えてもらったというか、宣教されたというか、ここが僕そのワンピースも好きになったし、神木さんのことを神木賢治って呼ぶようになったのもこれが理由。もう偉人クラスに昇格したんよ。ザビエルも言うてもただのキリスト教の宣教師やったわけやん。でもみんなザビエルさんって言わへんやん。もう偉人なんよ。なるほどね。そう、小田宣教師神木賢治。ガンビアみたいなノリですね。なんでワンピース信者のことを好きになったのはこの辺りだったんで。なるほど、かしこまりました。考察じゃないんで番外編でした。そしたらですね、お互いの第1の発表となるんですけども、これはちょっと本当に最近の中で一番感動したかな。小焼きチャンネルからナイツさんのゲスト会で東堂君の考察、2021年10月9日配信の考察史上初、ワンピースの最終巻が予言されてた伏線を発見的な、本当の役割がやばいという回です。マキさん、テキーラウルフ補正やるね、これ。そう、ただ、テキーラウルフも最終巻のことも僕ぶっちゃけどうでもよくて、好きに地図があることがすごかったの。いや、あれすごかったな。そう、僕もなんか宇宙とか好きないけど、改めて月の地図とか見てないというか、なんか海があるんだぐらいはしてたけど、ちゃんと月の地図にもイーストブルー、東の海があるんですよ。せやね。そこから着想を経て、ラフテルでここにあるんじゃないのとか、テキーラウルフってここにあるんじゃないの、意味やってこうじゃないのってことを、なんとナイツ花輪さんのお弟子さんの東堂君が力説してくれた。これ感動してすごかったな。今までやっぱ考察って言ったらね、その巷で有名な方もいらっしゃるじゃないですか。で、新進気鋭のルーキーが出てきたと思って、こんだけね101巻とか出ててもまだ新しい考察あるんと思ったら、ワンピースの凄さも知れたし、そういう若い子たちが回答してきたのも嬉しいし、純粋一視聴者となって俺感動しちゃったんだよね。感動したよ、ほんまに。そうとかなんか一回もちょっと燃え上がっていったんですけど、本人はでも感動しましてですね、これがやっぱ僕の最近の1位かな。確かにな。そう、配信仲間の会といったらね、彼もちゃんと独立して今ねご自身のチャンネル伸ばしてってるじゃないですか。そうね、わずか数ヶ月でものすごい伸び率でしょ。いや、すごいよ。納得です。これ1位です。はい、僕の1位はですね、はい、2019年2月22日、神木賢治の35歳の誕生日の時に誕生日一補足せんねん出された考察なんですけど、パイキーさんのエネルに関する考察です。僕ですか？あ、僕。え、僕入っていいの？それ他人やから他人の考察って聞いたから今日のテーマ。あ、そうなんですか？これ別にその、なんやろうな、やりづらいな、この空気。これ忖度なしでマジで一番好きな考察っていうか、一番その当たってるんちゃうんかなと思ってる考察なんよ。エネルの伏線たくさんあるけど、エネルこれどういうやつかっていうと、まずそのエネルの扉へスペース大作戦に関する話なんやけども、僕この話めちゃくちゃその扉へすごい好きで、いろんな考察とか読んどったんやけど、初めて聞いた説やったんよね。で、まあ説明すると、まずエネルは月に行ったやん。で、そこの月に行ったら、そこら風船で月に行ったスペーシー注意とか宇宙海賊とかもおったわけなんやけども、宇宙海賊の服とかにタイマーついてるっていうのも、あれは実は宇宙での活動時間を表してるんじゃないのかみたいなこともさらっと言うとって、なるほどなーって思っとったんや。でもそれぐらいやったら、まあいつも言うとるわみたいな、いつもの感動ぐらいやなと思ってたんやけど、この壁画皆さん見たことありますよね。よう見るよね、これね。そう、このもう何度もこすられ続けてるこの壁画なんやけど、この麦わら帽子みたいなやつあるやん。これが麦わら帽子やからルフィたちって D の一族だよねみたいな考察を、この考察聞く前から知ってて、あ、すげえなこの考察もと思っとったよ。で、多分その話来るんやろなと思ったら、これ麦わら帽子ちゃうねんみたいな展開になって、なるほどなるほど、何それみたいな。そしたら次なんて質問したか覚えてます？全然覚えてない。古代兵器って何があるって聞いたんよ。で、あ、僕ウラヌス、ポセイドン、ドルトン、ドルトンやな、ドルトン間違えた、プルトンっていう話なんだけど、まあこれ2019年2月22日もやったらくだれないけど。あ、そうなん。あ、そうそう、受けてた、その時もちゃんと。僕はおもろかった、ドルトン。ちょっと話するじゃないけど、ちゃんとドルトンで書いてあるからあかんほど大事、これ。間違えてプルトンって言ったら大事やから。なるほど。そうそう、なんとかずの相方、東堂君の相方が漫才でオチを先に言っちゃって師匠に怒られたみたいな話と一緒ぐらい残念やから。というわけで、この壁画やけど、じゃあこの壁画の右下見てくれ、次小池さん言うて、これ海洋類が船動かしとんねん。で、海洋類に船を引かせる技術はもうそのハンコックとか出しとるわけじゃないですか。あ、じゃああると、いや、すげえなと思ったんよ。で、ノアに乗って月からやってきたんじゃないのかみたいなことを言ったんよ。カヨリが引いてるってことだと。これもめちゃくちゃ僕当時感動しまして、魚人島のノアって海洋類が引いてその止めたっていうのもあったから、確かに作中で引かれてると。で、その月から魚人島にやってくるっていう発想、確かにあっこってその上にはマリー城あれやから、もともとその月から来た人たちが住んでてもおかしくないと。その海底にそのノアを沈めててもおかしくないと。で、その約束の日っていうのもすごい分かりやすいし、そうやって思った1個目のポイント。だからまだあるの。そうで、今度この壁画、羽生えた人たちいますけど、この人たちみんな羽に注目するやん。でもここで注目しとったんが、上のこの風船みたいなの持ってるやんみたいな、風船持っとるわと。でもうこれも泣いてる感じの絵やと、これって月見博士を失って泣いているスペーシー中尉たちとリンクすること多くないみたいな。スペーシー中尉も宇宙に風船で行ってるから、もしかしたらあの絵すら伏線やったんちゃうのみたいな、そういうことすら思わせてくれたと。でさらに小池さん、エネルが自分を神と勘違いした理由を語っとったんですけど、それがゴロゴロの実をたまたま食べたことで人生めっちゃ好転したみたいなこと言ってたよ。マクシムも自分のための船やと、月に行けばその電気で全てを解決できると、だから神と思っても仕方ないよねみたいなことを言うとって、いや確かにと、これ感動ポイント3つ目で、最後感動したんがビルカ、エネルが滅ぼした土地なわけなんやけども、月の都市もビルカやったと。でビルカの人たちがこうやってね、その羽とかが描いてるなら、もしかしたらこれが D の一族かもねみたいな話は巷にあると。でもそれは知ってたと。でもその証拠があるんですと。それがこれ、27巻の表紙、今年俺合成したと思って、最初羽入ってんだよね、ちゃんとね。これを見た時に表紙にも何気ない伏線があるかもねみたいな、その後に純也くんとかと会って表紙の伏線すげえなみたいなことが分かってくるわけないけど、そういうその表紙の面白さだとか、今までの巷にある考察と違う内容の角度のやつを持ってきたっていう意味で、すごい感動した記憶がございまして、ありがたいですね。これは1位ですね。なるほど。はい、まあ小江ちゃんのやつで申し訳ないんですけど、いやすごいすごいすごい面白い面白い。いやー、どうでしたか？ちょっと初めて聞くやつもあったんじゃないですか？そうですね。ねえ。まあ、ぜひ動画は全部神木さんなんとかも含めて上がってるんで。そうですね、概要欄貼ってますので、ぜひみんなのところに遊びに行ってみてください。本当にみんな盛り上がったらいいと思ってますからね。はい、というわけで今日の動画が面白かった人はぜひね、高評価をしてください。もし今日高評価が5000以上いったら、まだまだ俺あるんですよ、紹介したやつ。というか、俺、企画の趣旨あんまり理解してなくて、小江ちゃんからしか選んでなかったから。もう一回やらしてんじゃん。もう一回やりたい。まだあるんですよ。あ、まだある。ということで、5000。はい。コメントも待ってます。お願いします。みんなの感動したあの回のリンクも貼っててほしいんやけどな。ほんまにほんまに。そう。見に行くんで。よろしくお願いします。それでは、See you. Bye. 夢の中でさえ未来は見えないの。心地よい。